はいどうも、テロクラタリー、テラコンでございます。今回もですね、日本史、平安時代、源の頼朝についてですね、語っていこうと思いますので、よろしくお願いします。もちろん、平安時代とは言いましたが、源の頼朝はですね、鎌倉時代、えー、初代のですねあ、初期のですね、武家政権、えぇ、ー、の一途を作ったあ、鎌倉時代の将軍、初代将軍でもあるんですけども、 今回はですね、平安時代に、源頼朝はどういうふうに育ったのかをメインにですね、お話ししていこうかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。時代の範囲を捉えようというところでございまして、1147年から1199年の53年間ぐらいを生きた方が源頼朝ということになります。えー、この人の生まれはですね、えー、終わりの国です。織田信長と同じ場所なんですね。 愛知軍の熱田というところです。はいまあ、愛知県で、ね、生まれたんです、まあ。お父さんはですね、源の義朝です。平治の乱で、えー、有名になりましたね。源の義朝、えー、お父に持ってですね、西、え、岸、ー、寺という寺で生まれますよと。まあ、愛知県ですね、まあ。そこでですね、えー、最初に名前を付けられるんです。 で、その、愚ゲとか武家、武家っていう、うね、えー、身分の方はですね、子供の時の名前と、まあ、元服して大人になった時の名前っていうのが変わっていきますよと。で、さらに、えらくなって役職がつくと、さらに名前が変わりますよっていうようなね、出世王みたいな、あの、文化を日本って持ってまして、この源頼朝も、子供の時になって呼ばれていたかと、申しますとですね、その名も鬼武者です。 そんなね、あるゲームありましたよね、鬼武者っていうの。ワンツースリーぐらいまでやったんですけど、続編ってあるんですかねはい。その話はいいんですけども、ね、えー、子供の時に名付けられた名前が鬼武者です。名元の頼朝。で、名前怖いんですけど、めちゃくちゃね、源の頼朝は優秀なんです。まあ、血筋が良かったっていうのもあるんですよ。お母さんが、その、ゆらご前っていうね、ものすごい位の高い、 えー、お母様だったんですね。まあ、そのステムあってですね、あの、天皇の奥さん、皇后様のですね、宮中職に就く、えー、ところから始まるんですね。もう、天皇の側近で働くわけですよ。で、その後ですね、えー、クロードっていう形の、まあ、大蔵省みたいなところで働くわけですよね。その後、ウコンウェ兵のですね、召喚になるんですね。 要は、あの、五章を守る兵隊のですね、えー、召喚クラス、えー、になるわけです。まあ、大将はその上に長中将とかね、大将とかあるんですけどもね。この一番最初の召喚です。軍曹より上です。はい。で、まあ、その後ですね、まあ、平時の乱が起きてしまうんですけども、 この平時の案が起こる前はですね、どこまで上り進めたかと言いますと、うー、こんめ平のですね、えー、んのすけっていうところまで行くんですね。いわゆる、えー、時間の方まで行ったんですね。えー、中上クラスです。はい。大将にはなれなかったんですと、中上クラスまで、えー、14、15、16ぐらいでなったという、ね、えー、すごい優秀な、ね、えー、方でありました。 ただ、この平時の乱においてですね、一族逆族扱いになってしまってですね、まあ、平気に立て続いたんでね、えー、そういった形でですね、えー、最初には伊豆の国へですね、ル系になりましたよと。んで、伊豆ってどこって話なんですけども、まずこの、左のですね、赤丸のところが京都です。で、えー、赤い枠で囲ってあるところが伊豆です。 いわゆる伊豆半島というところですね。はい。ここまで流されます。で一番右の中の尖ってるところは、その、千葉ですよね。まあ、千葉、あ東京お、まあ、静岡、神奈川、静岡辺ですねで。そこら辺をイメージしていただければと思います。はい。伊豆の踊り子号とかね。えー、そういったところが通るようなところです。 で、まあその伊豆の中のですね、あの、右側の方にですね、ええー、まあ、抜けになったというふうに言われております。はい。だからこう、この右側のやつが、いわゆる伊豆の国の上の方ですね。はい。ええ、のところ。そこにですね、ええー、源頼朝はですね、ええー、まあ、ちょうど高校生ぐらいですよね。 えー、で、一人寂しく、うん、暮らすようになっていきますよ、と。一人寂しくと言いますか、一応取り巻きはいたんですよ、当時の取り巻きっていうものがね。それがですね、えー、まず、えー、生まれある、えー、四季引きの天引きの天さんっていう人がいたりとか、足立の、えー、森永さんっていう人もいたし、川越の重寄さんっていう人もいたんですよ。面倒を見てくれるね。その中にですね、えー 引きの、ひきの甘さんのところにですね、あの、向こう用紙に生きていた伊藤助清っていう人がいるんですね。まあ、この人とですね、源頼朝がですね、まあ結構仲いいわけですよ。で、まあ、良くしてもらいながらも、その源頼もはそこで静かにですね、あの、過ごす。うまあ勉強が大好きなんでね、読協とかにしながらですね、えー、半を過ごしていくわけです。で、まあ,ある程度大人になってですね、まあ伊藤助清、 のですね、兄にですね、えー、まあ、使えるようになるんですね。スケチカっていうんですけど伊藤スケチカにですね、えー、つくんですけども、スケチカがですね、あの、大番役っていうね、役職で、あの、今日に一回戻んなきゃいけないという仕事ができたので、一回今日にですねその、使えてる人が行ったんですよね。その後、 たのかどうかわかりませんけども、まあ、源のよね、頼朝若いですし、で、勉強も、読協もできるし、えブ、ー、武術の面でも優れている。ね、当時で言う3、K、えー、をみ参考を満たしているわけですよ。ね、えー、身分も高いですし。それで、八重姫が寄ってきたのか、頼朝が寄っていったのかわかりませんけども、 一応ですね、この伊藤助地下っていうものは、中央の平家が、平らの清盛、使命を受けた、平家とのつながりが強い一族なんですね。伊藤家。それが、えー、源氏、ね、平治のようなを起こした源氏とですね、えぇ、婚姻関係を、 ね、まあ、王政をしてですね、子供が生まれた千鶴丸を生んだという形になってしまったんですよね。これを伊藤助千が許すかどうかですよ。まあ、京都ね、あの、静岡遠いですから、そう簡単にでもえ、ね、えー、まあ、京に伝わることはないんですけど、もし噂で流れてしまった場合、で伊藤助千どうなりますか 結構やばいことになるわけですよね。えー、平家の血筋を汚したな、みたいな形で,ですね。落ち武者になってしまう。で、鬼武者どころか落ち武者になってしまう可能性があるわけですよ。でも戻ってきてですね、あの、頼朝にす、ね、対する処分としてですね、ものすごいことをします。伊藤家はですね、平家側の人間なので、その、源氏と平,平家のですね、子供が生まれたことを、 ないことにしようとして、家臣に頼んで、えぇ、ー、その、スケ、スケカのですね、三女である八重姫と、の間の千鶴丸をですね、川底に沈めてしまうんです。こヤクザのやり方です。足に、えー、重い石をくくりつけて川底に沈めるっていうね。で えー、ブラッディ・メアリーかっていうぐらいね、皮をね、えー、使ってですね、えー、証拠を隠滅しようとするみたいなね。ブラッディ・メアリーはまた違いますけどもね。えー、その話はいいんですけども、それで、えぇ、ー、ヤは、その、現実から、ね、は、話すためにですね、エマ・コジロウというね、えー、ものとですね、結婚させてですね、遠くに行かせたと。で、かつですね、えー 伊藤助地下っていうのはですね、まあ、平家から、えー、源氏である、えー、頼朝をですね、監視しろっていう命令でもあったんですよ。で、その命令の監視下にあった源氏のですね、源頼朝がですね、そういうね、えー、ことをしてしまったんで、殺してしまえと、でいう形でですね、討伐隊を出してですね、襲いかかるんです。はい。で、えー、これをですね、えー、 知ったあ、知ってる者がいたんですね。それが、伊藤助千香の弟である助清です。伊藤助清が、あのー、源頼朝のですね、ウー,バーあーの三女とですね、あのー、向こにな、向こ関係な、子供と向こ関係になってたんで、お前やべえぞと。殺されるぞっていう形でですね。 あの、ちょっと遠いですね。えー、北条氏の方にですね、あの、隠れときなさいというふうにですね、アドバイスをいただいてですね、源による、頼朝ですね、そこにですね、逃げ込むんです。で、まあ、北条時政、ね、えー、の元に行ってですね、えー、で、行ってなくちゃくと思いきや、ここですね、あの、源の頼朝がですね、あの、 時政の長女である北条政子の恋仲になって王政を知りせ子供が生まれるっていうね、そんな流れになってしまうんですね。北条時政も政権側なんで、政権側なんですけども、あの、伊藤助地よりも、よりかは平家とは、まあ、縁遠い、遠、え、藤、ー、方だったんですね。はい。以上その、 ま、公務員ではありますけども、その、あんまりその兵器とかど現地とかどでもいいやっていうようなあ関係性だったし、あの、まあ、現地、まあ、関東の、よりの方のものなんで、その、現地とですね、えー、無くして、まあ、最初は驚いたんでしょうけども、あの、まあ、そういうこともあるかっていうふうにですね、あの、 正直的には、その、自分の娘である北条政子との、恋仲や子供を認めたというふうに言われております。そんな中でですね、あの、後白河天皇第三王子、えー、持ち王からですね、平家との決着招集の令状が届くんです。はい。まあ、と言いますか、決起せよと、平家、えー、打倒に向けて、現状決起せよというふうにして、ね、出てきたんですね。 はい。ついにですね、源平合戦がここから始まっていくんです。ね、ほい。源のね、えー、頼朝もね、こんな源平合戦になる手前まで何やってんだって話ですよね。まあ、思春期だから仕方ないというのもあるかもしれませんね。あの、八重姫だったり、雅子に手を出して子供を産んで、ね、えー 一触、平家の源氏で物事を起こすようなことをしてどうしてるんだいって話なんですけども、まあ、そんな、まあ、光源氏みたいなね、えことをしながら最終的に源平合戦で実力を出していって最終的に将軍になっていきますよと。誠意大将軍になりますよと。え守護寺とを置きますよと。いうような形で、鎌倉幕府をですね、あの、作っていく人物。それが、 イケメンでプレイボーイな源の頼朝でしたよというお話です。はい。ということでですね、次回はですね、自称、ジュエードラン、えー、今で言う、源平合戦に突入していきます。この動画がためになったという方は、こういうとしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。では、またお会いしましょう。またね